さっき義母から義実家に呼び出されてきた。いいから来て。って言うから何かと思って。着いたら怖い顔した義弟嫁もいて、なんだよと思ったらいきなり説教。全然話が読めないんだけど、要は先日義両親が孫の教育資金として生前贈与したお金を贅沢に使い込んでんでしょって話。もちろんそんなことはしてないし、何を根拠にそんなことをと思ったら、途中送信してしまった。義弟嫁が知ってるんだからねえとブチギレ。じゃあ証拠出せって言ったら、トリュフだのなんだの贅沢してるんでしょ。急に某5万以上のゲームと某任天堂ゲーム機が増えた。家を買う計画を立ててるでしょ。マンションの資料をいっぱい取り寄せてとのこと。トリュフに関してはコールディで買ったトリュフパウダー、それを塩味のポップコーンにかけて食べるのが我が家の今のブームってだけ。某高額ゲームは私の妹夫婦一家が受験期なので預けるから好きに遊んでいいよって置いてったもの。某任天堂ゲームは先日長男の誕生日に私の母が買ってくれたプレゼント。マンションはもともと買う予定で計画立ててた。ひがみ根性ひどくて、いちいち自分と我が家を比べてはギャーギャー言ったりトラブル起こす義弟嫁とみんな仲良しが、好きな義両親の近くに住むのがいい加減嫌になってきただけ。でもここ最近義弟嫁なんて家にあげたことない。 SNS なんかつながってもない。どこからこんなこと、監視カメラか盗聴器かと思って本気でビビったんだけど、義弟嫁が見せてきた証拠写真見たら即解決。うちの長男の友達が遊びに来た時に撮った写真で、あんまり良い写真だからってことで、その長男の友達のお母さんが鍵付きの SNS に許可取って載せたもの。その友達の下の子が義弟嫁の子供と同級生で仲良しでってルートだった。その写真をわざわざスクショして隅から隅まで確認したらしい。気持ち悪く、義弟嫁がなんでそんなことしたかというと、生前贈与は孫の教育資金ってことなので、孫1人単位ずつの金額なので、子供3人いる我が家と2人の義弟家では金額に差があった。プラスでうちの長男がスポーツですごくいい成績を取ったお祝いに良い道具を買ってくれたのが気に入らなかったらしい。贅沢して使い込んでることが分かればお金は取り上げられて自分たちがもらえるかもと思ったんだってさ。義父ぶち切れてた。呆れてお説教途中で退席して帰ってきた。本当にくだらない指導、悪い指導なるとこんな風な人が出来上がるんだろう。毎回毎回勘弁してほしいわ。すごい自己紹介をする義弟嫁さんだ。孫の教育資金はそれぞれの孫の教育に使う金だから、人数の高は損得に関係ないだろう。新居購入に横やりが入らないよう祈るよ。本当にすごい義弟嫁さんですよ。クタクタです。やはり私たちが使い込むと疑うということは自分こそそのつもりということなのでしょうか。こちらもそんな風に疑いたくなりました。義弟嫁はアホだけど、それで呼び出す義母も大概よね。お疲れ様。